ビカミング・アコットは2019年に放送されたアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズネットワークビジネスに没頭する主人公を描くダークコメディ企画制作はロバート・ファンケ・マット・ルツキー制作葬式はジョージ・クルーニーが務めキルスティン・ダンストラが出演したアメリカでは2019年8月25日にショータイムで放送が開始された 本作はシーズン2への更新が決定していたが、COVID-19 流行の影響で後に撤回、ドラマ自体も打ち切りとなった。放送局のショータイムは打ち切りの理由としてパンデミックの影響を上げているが、制作を外部のソニー TV に一任していたこともあり、シリーズの制作を続ける場合はコロナウイルスの感染防止策にかかる費用に加え、 追加のコストとライセンス料を負担しなければならなかったため、このことも理由になったと考えられている。日本では2020年5月1日から、スターチャンネルより日本語字幕、吹き替え版が配信、放送された。主人公クリスタルスタップスは、グレーターオーランドに住む最低賃金で働く、貧乏人、熱中するネットワークビジネスファムの上級会員になるべく、 才能を開花させの仕上がっていく。ビカミング・アコットのキャスト。ジョーダン・からキルスティン・ダンスとメル・ロドリゲス、ベスディット、テッド・レビン。2017年1月6日、AMC が本作の制作を進めていることが報じられた。この時点では、ヨルゴス・ランティモスが制作総式、監督として予定されていた。2018年6月25日、制作が YouTube プレミアムに移行し、全10話が発注された。2019年6月17日、本作をショータイムが買収し2019年8月25日に放送を開始することが発表された。本作は批評家から好意的な評価を受けている。批評集積サイトのロッテントマトズには38件のレビューがあり、批評家支持率は84%、 平均点は10点満点で7.47点となっている。また、メトクリティックには22件のレビューがあり、過重平均値は76、100となっている。ありがとうございます。